人と地球のインターフェース ICI 石井スポーツスペシャルデー。さて今回の山は晴天なりは前回に引き続き群馬県にある谷川岳からお送りします。今回も谷川岳を案内してくださるのはおなじみ平出さんと初登場の梅野舞ちゃんです。でも結構こう一気に上の方行けるから、はい、そうですよね。楽しみ方はまた違う。2人はロープウェイとリフトを乗り継ぎ、まずは天神陶芸駅へ到着。あー暑い。ここから歩き出し約 3km 先の谷川岳山頂を目指したのです。あんまり岩の上には乗らずに、あ、うんうん、はい、まあ、場合によっては、ね、滑りにくかったりするから乗るんだけど。多くの登山者に人気のこの山の魅力は都心から約2時間で来られるアクセスの良さと、ロープウェイで一気に天神平駅まで上がれる気軽さ。そして戦前より日本のロッククライミングを支えてきた多くの若者たちの情熱が傾けられたこの岩壁にあるのです。そんな山に登山初心者の舞ちゃんは平出さんのアドバイスを受けながら自然の良さを実感し始めてきたようです。まっすぐ登らなくてもいいからね、登山場合はね、はい、ちょっと右往左往しながら歩きやすいところを探して探して、うん、ジグザグに歩いてくるんですかね。はい、うん、登山道はこの辺りから緩い登りが続き、だんだんと岩場が多くなっていきます。すごい、今までで一番急ですかね。急だね。でも足はしっかり置く場所あるから。本当なんか結構シュルシュルいけ、うん、そうでしょ、階段みたいな感じだからね。よいしょ。舞ちゃん、初めに教わった通り平出さんの踏み跡をちゃんとついていきます。お、よいしょ。いや見てごらん、来た場所がスタートしたところが見えるね。あそこか、あのリフトの終点だね、あそこ、はい、ずっと歩いてて、あ、小屋も見える。ああ、さっきのとこだ。さっきのとこ、ちょっと先ね、ついさっきなのに。そうですね、下に見えるね、だいぶね。登ったんだ、こうやって。そう、もうちょっとだ。もうちょっと、もうちょっとかな。ガスもすっかり抜け、山頂がよく見えるようになってきました。やはり見通しがいいと気分が違います。あ、だいぶ見えてきたね。はい、見えてきましたね。雲も動き早いね。どのくらい、あと30分ぐらいだね。30分ぐらい。ちょっと周りの景色も少し変わってきたね。こう木が低くなってきて、はい、ね、だいぶ景色がまた良くなってきた。空が近い。すごい。少しバテ気味だった舞ちゃんも俄然元気が出てきたみたいですね。山は晴天がいいね。いいですね、晴れた。うわー、すごい、上がってきたね。そうです ね。ここまでで約2時間、予定ではあと30分で山頂に到着します。舞ちゃんも随分と慣れ、ゆったりと周りの景色を楽しみながら歩けるようになりました。あの岩のところ人がいるね。はい、いますね。お昼でも食べてるのかな。あ、そっか、ね、景色よかったらあそこでコーヒーで飲もうか。はい、うん、飲みましょう、うん、美味しいコーヒー持ってきたから。お、うん、美味しいコーヒー期待してて。はい。さっき見えた岩の上に、ね、下から見てた、そうね、ところですよね。ちょっと滑りやすいから気をつけてね。はい、よいしょ。あー、ここなんだ。よいしょ、はいはい、ちょっともらおうか。はい、ありがとうございます。はい、うわー、うわ、これはすごいですね。こっちが立てる、ここね。はい、立ってきて、はい、
やばい、まるで山頂みたいだけど、なんかついちゃったみたいな感じですけど、ね、あ見てこっち側も雲綺麗じゃない、あの雲、あ綺麗、なんか鱗雲みたいな感じでね、なんか雲もいろんな雲がある気がするんですけど、うん、いろんな形がある、うん、うわー、出発どこでしたっけ。出発はね、あの谷の下の方だよ。あ今も見えない、もう見えない、うん、あそこの上をねずっと歩いてきたんだよね。そう、あ、あそこ小屋ですか、うん、赤いやつ。そう。じゃあ谷川に乾杯。乾杯。そしてまいちゃんは約束のコーヒーを振る舞ってもらい大満足。こんなひとときがあるから山はいいんですよね。ホッとするね、なんか。ホッとしますね。これぞホッとする。本当の意味でホッとします。おいしいコーヒーで英気を養ったまいちゃん、さあ山頂まではあと一息です。